竹内です。今日はですねジンジャーティーを作ろうと思いまして、こうしてね薄く生姜を切ってるわけですよ。ジンジャーティーはですねとても体にいいそうで、まあ今の時期なんかね、今ちょっと暖かくなってきましたけど、まあ体をね温める効果があるというのと、まあそれで代謝が上がってダイエット効果もあるそうです。まあジンジャーティーを作ると言いましてもね、こんなにたくさんいらないので使う分だけ取って残りは保存しておきましょう。ジンジャーティーはさっき言った通りダイエットの効果があったりですとか、まあ、冷え性のね改善になったりですとか、あとはむくみが取れたり便秘の解消にもなったりするそうですね。生姜の紅茶だけでそんなに効果があるのかよって思いますけどね。そういえば今日はバレンタインデーですけど、皆さんチョコレートもらいましたか？まああげましたかもらいましたかというのが正しいんですかね。でも最近はあれですね、もうチョコレートだけじゃないですよね。なんかお菓子ですとか、もうお菓子でさえないってこともありますよね。なんかプレゼントを渡したりだとかっていうのもあるそうですね。まあこういうね文化に関してもね、時代が進むにつれてねいろいろ変わっていきますからね、もうむしろ本命チョコレートを渡すなんていう方がね珍しいのかもしれないですね。ちなみに私は付き合ってない状態で本命をもらったことはないですね。ではお茶ができたようなので飲んでみようと思います。ジンジャーティーもですねまあいろいろあるんですけど、すりおろしの生姜を使ったりですとか、あの乾燥生姜を使ったりすることもあるんですけど、今回はこちらのスライスした生姜を使って、ジンジャーティーをね入れていこうと思います。もう全部ぶっこんじゃいましょう。結構多いですけど、お得意の蜂蜜も入れちゃいましょうか。ではいただきましょう。いただきます。なんか体の芯から温まる感じがします。一気に飲み干しちゃいましたよ。2杯目もいきますか。さっきより多めに蜂蜜を入れてみましょう。十分良かったんですけどね、少し甘めのも飲んでみたいので。ああ、やっぱ蜂蜜と生姜の組み合わせって最強だと思うんですよね。めちゃくちゃうまい。今日はねこの生姜スライスと蜂蜜を別々に入れたんですけど、さっきね生姜をスライスして余ったものをね蜂蜜漬けにしてあるので、またね今度そちらを使った動画もね紹介してみようかなと思っています。まあね2月もねもう中盤に差し掛かりまして、もう少しで暖かくなるかなと思いますけど、まだまだね寒い日が続くと思うので、これね蜂蜜入りのジンジャーティーとかを飲んでね体を温めていただけたらなと思います。ごちそうさまでした。今日はねスライス生姜を使ったジンジャーティーを紹介しました。まあまたねいつになるか分かりませんけど、先ほど言ったねスライス生姜のね蜂蜜漬けを使った何かレシピをね紹介していけたらなと思うので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。